この先におられるのが我らの王オニキス様です。ようこそラグナ・ネイブルの姫。王陛下、お久しぶりです。相変わらずお美しい。あなたならいつでも歓迎だ。こちらへ、早速おもてなししよう。陛下、お尋ねしたいことがあって参りました。私の主人オズワルドがこちらを訪れたと聞いております。ご存知ではありませんか？知らぬと言いたいところだが、美しいあなたの問いに偽りは申せませんな。確かに彼はここにいる。私のために戦っているのだ。戦っている？そう、我が国を脅かす竜と、あの竜を終焉の予言にあるレバンタンだという者もいる。生まれたばかりの幼い竜なのに、炎も剣も奴には通じない。あいつの負けんならばと思ったのだが、未だ決着がつかないところを見ると、それも通用しなかったようだな。なぜオズワルド様が？あなたはご存じないことだが、オーダイン王は私に約束していたのだ。あなたと私との結婚も、お互いの国の利益になることだ。それなのに、父君は約束を一方的に破棄し、よりにもよって死に見入られたあの男にあなたを与えた。私がおとなしく身を引く代償として、オズワルドは誓ったのだ。私が望んだ時に、私のために命を懸けて戦うことを。オズワルド様は私のために彼は死ぬかもしれない。いや、もう死んでいるのかな。約束を反故にしてあの男を助けてもいい。あなた次第だ、グエンドリン。あなたが私のものになるのなら。炎の王、あなたも祖国の男たちと同じです。私は物ではありません。何？おい、バルカンたち、傷つけずに捕らえよ。Oh!
ひどい怪我。早く手当てしないと。偉そうに言っておいて、この有様だ。そんな男は放っておきたまえ。不況を買って国を追放されても、さすがは王大院の魔女。予言の竜を打ち負かすとは、ますます気に入ったぞ。オズワルド様はあなたの願い通り戦い、竜は退けられました。私たちは城に戻ります。なぜだ、なぜその男なのだ。その男は死の女王の洗礼を受けている。いずれあの女のしもべとして死ぬる、抱きすべきものだ。そのような忌まわしきものは捨て、我が手を取れ。王よ、それ以上夫を侮辱するなら、私の槍があなたを貫くだろう。命の火を吹き消されたくなくば、私の前から去るがいい。激しいな、まるで炎のようだ。その炎に敬意を払い、今は身を引こう。約束は守られた、そういうことにしておく。だが覚えておいてくれ、私の心の炎をかきたてるのは今もあなたであることを。